アルマジロです。きっと丸くなりますよ。一つ手にします。この格闘技は、エキスが効きやすいですわ。ヤヒキリ、オユル熱心。無駄だ、ハユル。危ねえ、オユル攻撃、オユル熱心。無限残火、バーニングエコー。ヤヒキリ、これで勝利だ。ライラ、なんか妙なテンションになってたよね。すみません、丸まり方にはちょっとこだわりがありまして。丸まり方？はい、以前アルマジロ天族にお世話になった時、その素晴らしさに気づいてしまったんですの。今の兵馬は素人レベルでがっかりでしたけど。アルマジロ天族？ちょっと何言ってるかわからないんだけど。アルマジロ天族のアルマ太郎さんとアルマ三郎さんですわ。丸まり選手権3連覇でレジェンドと呼ばれたあの。あのって言われてもかなり何言ってるかわからない。尊敬するお二人から、修行の旅に出ているアルマ二郎さんこそ最強のマルマリストと伺って、いつかそのマルマリ方を見るのが夢なんです。ミクリを突っ込んだ方がいいのか。関わらない方がいい。僕のツッコミ感がそう言っているだよな。アルマ二郎さん、あなたは今どこに。ライラ、敵だよ。グランドをロールしますよ。ほら、アルマジロ。キナモ、でも世界史な。今日まだしって話じゃないの。キル、リリー、ジャッジ、天皇が、キル、終わらせる。次を吠えろ、雷神登場が。大丈夫か、みんな。ありがとう。避けてろ、なんだってろ。消えたら。一点集中。社長、ちょうだい。戦狼が。キャンドル。スタッフは。無影響。よっしゃ。集中。なんだっけ。片付ける。荒谷に走れよ。乱月流。かわせみ。エリー好みするな。やるからには全力だぜ、ミクリオ。飛ばしすぎるとバテるよ、スレイ。耳ごとも程よさですね。この程度でマルマリストを名乗るとは、片腹痛いですわ。どうしちゃったの、ライラ。それが、丸々ものに妙なこだわりがあるみたいなんだ。丸々が目指すのは完全なる円。つまり、自然の法則の体現なのです。つまり、いい加減な丸々は自然への侮辱ですわ。ああ、なんとなくわかる。なんか可愛いよね、巻貝とか。ロゼさん。よせ。下手に触るぞ、火傷するぞ。さすがわかってますわね。今のはありなの？特にサザエの身のくるんって丸さは哲学的ですわよね。あと豚の丸焼きとか丸儲けとかも好きだな。嬉しいですわ。二人で丸マリストのグループを作りましょう。名付けて丸マリサークル。サークルと丸がかかってる。その名前花丸。ロゼまで。よりややこしいことになったな。そこまで丸いなんて、まさかアルマ二郎さん。トリスイゾルドーで見たって言ってたよね。行ってみよう。楽しい。違う、アルマジロさんじゃない。悪いけどダンゴムシじゃん。この程度の丸さでは、まるでダメですわ。ウェイト下流で終わらせる。次を吠えろ、雷神登場だ。行くぞ。知らせる。結構やるね。ついてこれんの。我が翼はできてん。天王はこだわりシルフィッシア消えたマイキャー果てぬ影の荒れない海で同時に勝ちて愛しやん。とっとなれエース雷に当てろ。アクル
我が翼は壁天、天を覆う子供の神殿、シルフィンシェア、これにて終了。残念だったね、アルマ二郎さんじゃなくて。仕方ありませんわ、世の中はそう丸く収まるものではありませんから。でも丸まりを求め続けていればいつか出会える、私はそう信じています。だって縁は縁なんですもの。私もそう思うよ。なんかいい話のような気がしてきた。僕もだ。バカね、ライラのおふざけに丸め込まれちゃって。